皆さんこんにちは、中島ラビ塾の中島です。この動画は私が開発した速読法を30分で本を読んで2分間紹介するポストイットリーディングを実際にこの動画の中で用いて本を読んで紹介していきます。今日読む本はこれです。敏感な人や内向的な人が楽に生きるヒント、イルセさんの本です。まあ、HSPA の本ですね。前回読んだのと、まあ、その続きっていう風に取っていただければいいかなっていう風に思います。まあ、より具体的なやり方とかが書かれている本にもなるんですけどね。はい、早速読んでいきます。よいしょ、では30分スタートです。はい、時間ちょっと早いですけども、これから紹介に移りたいと思います。今日ご紹介する本は敏感な人や内向的な人が楽に生きるヒント、イルセさんの本です。この本を一言で表すとですね、HSP 内向的な人向けの自分の取説です。まあ、自分のガイドブックっていう言い方でもいいと思います。ですね、まあ、最初にですね、テスト、内向、まあ、要は HSP なのかっていうテストと、あと内向的な人なのか外向的な人なのかっていうテストがありまして、やったんですね。で、HSP の方はプラス17っていう数字、まあ、その数字が多いからどうなんだっていうところはあるんですけども、他のインターネットのテストでいくと私はスコアとしては中程度っていうふうに出てます。はい、で、まあそのぐらいだよねっていうところなんですけど、問題はですね、内向的か外向的かっていうところで、私は良好的、外向的でもあって内向的でもあると、どっちの特性も強いっていうのが分かって、プラスマイナスでいくと、マイナス4っていう、外向的よりの、良好的なので、ですね、要は人混みが、人との関わりが好きだし、そしてさらに一人でいることも好きっていう、ですね、多分すごい面倒くさい、タイプなんだなっていう話ですね。この中でもですね、 HSP のは、内向的な人だけではなくて外向的な人もいるんだよっていうふうに書かれているんですけど、そのところがですね、 HSP の 30% は外向的な人ですよと、だからそういう外向的な人もいるんですよっていうふうには書かれているんですけど、良好的なことにの人に関しては全く記載というか記述がなくてですね、よっぽどレアなんだなというふうに思いました。そうですね、なんでちょっとね、がっかりしつつも、ただどちらの特性も持っているのはあるので、ここに書かれていることすごいやっぱり丁寧に具体的に書かれているので、すごい分かりやすいなって思います。なので、前兆 の鈍感世界に生きる敏感な人たちっていうのを読みつつ、まあ、そしてこの本を読む、もしくはこの本から入って、じゃあここに書かれておく、この本に書かれ、ちょっと続けます。この本に書かれていることをもう少し深く知りたいなと思って、その鈍感な世界に生きる敏感な人たちっていうのを読むっていう言い方、やり方もいいのかなと思います。ただ何せよ、どちらも読まれた方が、より理解度っていうのは深まりますし、そしてですね、ぜひ自分事として受け止めていただきたいなっていうふうに思います。まあ、レッテル貼ったりとか決めつけるっていうことは、まあ確かにいい部分もあれば良くない部分っていうのもあるんですけども、やっぱ自分自身を知るっていうこと、今右利きなのか左利きなのかっていう風に貼っちゃうことによって楽っていうのもあるし、今の段階で一回仮に貼っておいて、でその後自分自身を成長させたりとか、チャレンジングなことをしていくことによって、ただですね、まあ、一番おすすめなのが、まあ、これやっぱり、これこの本はやっぱねすごいなと思います。これですね、セルフコンパッション、結局ですね、どれだけ、こうなんだよっていう風に、自分自身の使い方とか取説っていう言い方しましたけど、書かれたとしてもですね、それを自分自身が受け入れられるかどうかっていうのがとても大切になっていきます。なのでそのコンパッション、その慈悲の気持ちを自分にかけて、自分自身をまあ許してあげる、癒してあげる、受け入れてあげるっていう気持ちこそが、HSP、内向的な人であれ、まあ、実際は誰もがですよね、
特にその HSP でない人はあまり考えない方とかも多いので、どうしても考えすぎてしまう人にとってはさらにその考えをプラスしてですね、自分自身を癒し、受け入れていく、そのためのヒントとしてこの本をぜひ読んでいただければなというふうに思います。はい、ですね、まあ、いつものように Amazon のリンク貼っておきます。でおすすめな本ですので、ぜひ読んでいただきたいなって思います。でもしですね、あなたの周りに、まあ、特にやっぱ思春期ですよね。この前の動画でも話したんですけども、あの思春期、小学校高学年から中学校高校、そのぐらいの子供お子さんとか周りにいらっしゃる方で、それちょっと考えすぎてしまうような方とかいるんであれば、その方にもぜひおすすめしていただきたいなっていうふうな本です。はい、です。ではですね、今回の動画はこれで終わりにします。ぜひ動画の高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。